一応婚活の話も聞いといた方がいいのかなと思うんで、うん、聞いときますけど、はい、婚活の方はどうなんですかね。婚活の方なんとかしたいですけどね。去年も多分同じ質問されてるんですね。そうなんですね。これでのらりくらりやってるんですよね、なんかね。なんとなくこうつまんじゃつまんじゃみたいな感じで。つまんじゃつまんじゃって感じもないですよ。そういうことでもないですか。真面目にやっておりますけど。真面目に何もない。真面目に何もない感じです。じゃあちょっとお店に行くぐらいね。お店に行くぐらい。まあそうですかね。それぐらいでです、あ、そうなんですね。一緒ですね。でも来るんじゃないですか、だって。アプローチは来るでしょ。いや、やっぱ来ないですよね、だって。だって、どう気がする。だって、マツコさん。マツコさんも来るんですか。いや、マツコさんとの番組のそうです。はい、そう。いや、ないですね。やっぱバラエティってどう来るんですかね。ドラマでもやってりゃね。だって、それこそ芸人さんだってどんどん結婚していくじゃないですか。うん、ね、女優さんと結婚したりとかもありますし、ね、僕らないんですね。やっぱりその仕事に対する姿勢がやっぱりどうしてもその来たゲストに意地悪をして返すっていうやっぱり仕事っぷりだとなかなかやっぱり仲良くならないですよね。あのやっぱり人見知りですか。まあ人見知りですよね。じゃあちょっとなんか正直ちょっと共演した時にこう交換するとか連絡先とかっていうのはそれができればね、いいですけど、この人いいなみたいなのはないんですか。この人いいなっていうのもないんですよね、この世界も長いと。散々いろんな方見てきてるし。そうなんですね。だからなんか病院行った時ね、看護師さんが優しいなとかね、なんかそういう定食屋の若いバイトのお姉さんが優しいなとか、そういう時にちょっとときめいたりしますけど、もし急にね電話番号聞くわけにもいかないですしね。大丈夫ですかね、皆さん聞きたいことはあんまりないみたいなんで聞いちゃいますけど、はい、私どもの読売テレビの三宮なんですが、あの就活アナウンサーが発生しまして、そうですね、あの東京で何か頑張ろうっていうことなんですけど、アドバイスをいただけると。あ、東京で頑張るんですか。東京で頑張るらしいんです。ちょっとなんかこう、知ってますかね。いや、知ってます。大阪色が強すぎるんじゃないですか、この人。大阪出身です。ですよね。和歌山大卒、31歳。大阪の芸人さんとは結構お仕事されてるみたいですけど。そうですね。僕らもう、全く、うん。あの、どうですかね。じゃあ、例えば東京で、有吉さんも数々番組やってらっしゃいます。はい。怒り浸透だとか、怒りにこう割り込んでとか、そういう就活方法は。いや、僕はもう大歓迎ですけど。あ、そうですか。はい。もうでもやっぱり宮根州が強いですからね。なかなか僕らも扱いづらい。宮根物件じゃないかなっていう。宮根物件なんじゃないのっていう、僕らは。いや、宮根物件ではないではない。宮根物件ではないですけど、じゃあ誰とでもじゃあうまく絡む、だと思いますけど、ね、だったら僕も詳しくは知りませんけども。大歓迎、大歓迎。そうですか、はい、成功すると思いますか。成功する、まあこれぐらいの人いっぱいいますからね、どうなんですか。いや、こんなこと言ってるからね。成功しますよ。宮根さんとずっとやってらっしゃった方ですから。そうです。それは誰とでも。なんか秘訣みたいなあります？これここをしてったらいいよっていう。なんかだからもうでも宮根、やっぱり宮根さんじゃないですか？宮根さんの悪口ばっかり言えばいいんじゃないですか？そこで、あの人すごいなって思いますね。言うなと。言うね、宮根さんのこと結構バシバシ言うねっていう。それだいぶ賞味期限短くなるんじゃないですか？いや、それはしょうがないですよ、それは。そうですか。その間になんかスキャンダルを作ればいいわけですからね。はい、そう、宮根さんの悪口言ってる間に誰かプロ野球選手を捕まえて、次の話題、そうなんで、ね、でそのプロ野球選手と離婚、そうやって食いつないでいくんですよ。あの有吉反省会出たいみたいなんですけど。あ、そうですか、ありがたい。出られますか。ええ、もちろん。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、私事で。私事ではない。はい、すいません、あと多分はい、広島の大ファンだったんですけど、はい、あの広島、同じく広島ファンの、はい、あのマス太一、マス、はい、今日じっくり言ってるんですけど、まあ太一ですね、はい、まあ、ちょっと3年連続好きなアナウンサー1位とかもありつつ、はい、ちょっと学生にカツを入れたってことなので、まず太一にぜひちょっとカツを入れてもらいたいな。カツを、はい、マスク、マスクが好きなアナウンサー1位なんですね。いや、マスクの、なんか上重君とかだったら言いやすいんですけどね。マスクはどうも、はい、のらりくらりしてて、はい、特に言うこともないですけど。